ドゥッダーニー・アサは、18世紀にアフガニスタンにあった成立史と王朝。1747年に、アフマド・シャーが、イランのアフシャー・ル・朝から自立して起こした。ただし、ドゥッダーニー・朝の故障が指し示す範囲についてはいくつかの定義がある。アフマド・シャーは、パシュトゥーン人のドゥッダーニー部族連合、サドザイ部族の出身であった。競技のドゥッダーニー・アサは、 アフマドシャーとその子孫の王朝、国家を指す。ドゥッダーニー部族連合による王朝という意味では、サ作ザ罪朝と続くバーラクザイ朝を合わせてドゥッダーニー朝という。ドゥッダーニーはパシュトゥーン語で真珠の時代を意味する。1747年から1973年までの王朝について、ドゥッダーニー朝バーラクザイ朝、ドゥッダーニー朝ドゥッダーニ,ー朝,ドゥダーニー朝、 サ佐藤財町、バーラク財町という三つの名称が、定立している状況である。ドゥ・ダーニー・アサの半島1747年に、イラン系遊牧民パシュトゥン人のドゥ・ダーニー、部族連合の一派、ポパルツァイ部族のサウザ財部族がアフシャール・アサから、独立して建国。清シが、ジュンガルブを完全に制圧すると、中国と国境を接するようになり、真の皇帝から朝行を要求される。 囲碁神の徴工国となる。またこの時代は、インド征服も、盛んに行い、弱体化したムガル帝国にも何度も侵攻し、一時期デリーを領有した。外交面では、好戦的な一面も見せたが、周辺の遊牧国家とは親善を図った。1826年に王家が分裂し、文家が本家を滅ぼす形で王朝が交代し、バーラクザやアーサが創始される。 1819年以降は、事実上カーブルのみの支配者。バーラクザイ長君主については、バーラクザイアサを参照。ありがとうございます。